ゲームジャーナルはシミュレーションジャーナルが発行するゲーム雑誌。主にアナログゲームとしてのウォーゲームを扱っており、迷子を付録としてウォーゲームが付属する。また、当初は同人誌として創刊したが後に商業誌となった。2019年現在は3月、6月、9月、12月の1日前後に発売され、 価格は付録のゲームを含めて本体3600円である。ゲームジャーナルが導人誌として産声を上げた1991年頃はタクテクス、シミュレーターという国内の二大法ゲーム商業誌が休館しており、まだインターネットも普及していない中での情報的空白を埋めるために創刊された。その後は号数を重ねるごとに記事と付録の拡充がなされ、 2001年10月には商業誌としてリニューアルしている。なお商業化にあたって戦略、戦術、戦士を取り扱う歴史群像誌に広告を打っていた。総監督初は白黒コピーによるミニコミ開放誌からスタートしている。徐々に想定や仕様が豪華になっていった。1号から36号まで。基本的に付録ゲームはつかない。37号以降は 基本的に付録ゲームが付いている。ただし、裏表紙に印刷しているマップやユニットを加工するか、コピーする必要がある。49号以降は付録ゲームが閉じ込みマップと、打ち抜き、ユニットシートになっている。シミュレーションジャーナル代表兼編集長の中村哲也が2007年度、ウォーゲーム界に最も貢献した人物、作品に贈られる。 ジェームズ・ F ・ダニガン賞を受賞した。ジェームズ・ F ・ダニガン賞の受賞者として、日本人デザイナーの名前が表彰されるのは、チャールズ・ロバーツ賞創設以来、史上初。また同賞での、三冠達成は、過去10年間では2001年度の、ウィルダネス・ウォー、2004年度の、ダウンタウンの2回のみ。もちろん日本人がデザインした作品での三冠達成は、史上初であり、 近年海外への進出一し、国産をーゲーム界の動向にとって画期的な出来事と言える。さらに国際ゲーマーズ賞の歴史シミュレーションゲーム部門も受賞した。ありがとうございます。